なんだ、ミノル。今の声、間違いない、ミノルだ。来るな。またか。また？おい、ミノル、大丈夫か？タクマ、近くにご注文の気配があるぞ。さっきの岩のやつか。そこのずっと奥の方だ。あの祠の方だな。よし、急ごう、悪魔。待って、タクマ。ご注文の気配が今度はたくさんある。だって、それでもミノルを放ってはおけない。行こう。わかった、タクマ。僕に任せて。こっち来るな。おい、あれ、ミノルが骨盤に襲われてる。どうする、タクマ。だよな、さすがタクマだ。ああ、友達のピンチをほっとけるものか。まず、石の塊みたいなやつだから真正面からぶつかってもうまくタイミングを見て。うわ、まずい、もう一匹現れた。せい。あ、お前は大丈夫か、ミノル。あいつ、あれはファルコモ。知ってる。悪い。だから言っただろ、これは敵ではないと。疑って悪かったよ。助け。承知。ミノルが助けを望むなら全力で答えよう。なるほど、あいつはどうやら味方らしいな。コモンは悪いやつじゃなくて、もご注文相手じゃ相性が悪い。タクマ、加勢していいか。そうだな、ミノルを放っておけない、助けよう。頑張るぞ。よし、俺が行こう。俺が手伝おう。ベビーフレイム。
俺が行こう。タクマ、こいつとばったり出会って驚いて逃げたところにさっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ、ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。いや悪い悪い。すごいもんだなミノルのやつ、この生き物ともう打ち解けてる。タクマだって僕とすぐ仲良くなれたじゃん。すぐってわけじゃなかったよ。っておいタクマ、なんだそいつ。それを聞きたいのは僕の方もだって。だが、どうやら敵じゃない。敵じゃないぞ。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で葵さんたちや他の仲間も探してみよう。あ、どうしたんだミノル。いや、そのごめん、俺葵さんとは一緒にいたんだけど慌てて一目散に逃げ出しちゃって葵さんを。おい葵さんを置いてったのか。無我夢中だったんだ、ごめん。まずいな。どっちの方向かわかるか。ゴツモン以外にも化け物はいるんだろう。多くはないが、いくつかいるのは感じるな。すぐに葵さんを探さなくちゃ。辺りにはいなさそうだし、別の場所に行ってみよう。行こう。タクマくん、ミノルくん。今の声は。ミノルくんいた。葵さん。
葵さんも無事だったんだね。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよかった。もうミノルくん、どこに行ってたのよ。勝手に行ったら心配する。ま、悪い悪い、本当ごめん。今度はみっともない姿は見せないから、ヒーローみたいに颯爽と駆けつけて解決するから。またそうやってふざけて、もう心配させないでちょうだい。ないでしょ、女の子を置き去りにして逃げるなんて。絶対許さないんだから。え、うわっ、なんだこの生き物。あらてか、いや、でも待て、二人とも落ち着け。この子なら大丈夫、怖くないから。いや、今俺お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛みませんよ。さっき怪物に襲われそうになった時にこのワンちゃんが守ってくれたの。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋るわけねえし。葵さん、なんでそれを疑問に思ってないんだ。安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。うわっ、恐竜の赤ちゃん。僕アグマン、葵よろしくね。そして俺がファルコモン、以後よろしく。よろしくお願いします。ねえ、あなたラブラモンって名前なの。そうだよ葵、これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。葵さん、はぐれてた間何があったの。あの後別の怪物が襲ってきたのをワンちゃん、いえラブラモンが助けてくれたんだけど、そのせいでこの子こんな大怪我しちゃったの。大丈夫大丈夫、こんな傷大したことないから。もう心配しすぎよ葵。ダメよ、ちゃんと手当てしないと。救急箱が必要ね。それだよな。やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど、近くにあの神社があるってことは歩いて帰れる距離なのは間違いないよ。とにかく日が暮れるまでにはどうにか。なあ、本当にここってさっきまでいたとこか。地形が全然違う気がするんだけど。
なのか？さっき通ってきたトンネルへの道がどこにも見当たらないんだ。それにそもそもキャンプ前に聞いてた地形とは違うぜ。まるで全然別の場所みたいな感じっていうか。それって大丈夫なの？まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあアグモン、あとファルコも、お前たちはこの辺りのことわかるか？わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。わかんない。木でできた2階建ての建物で、人間、それだったら見たことある。本当か？うん、木でできた大きい建物と広い空き地があった。豪邸か。間違いない。どこにあるんだ？どこだっけ？おい、場所なら俺がわかる。案内しよう。ありがとう、お願いするよ。お、やっと見えてきたぜ。ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。ラブラも、足の怪我は大丈夫？心配してくれてありがとう。大丈夫。どうにかここまで戻ってこれたんだ。日が暮れる前に急いで行こう。それにしても、変ね。お、どうしたの、葵さん。ここまでの移動で、スマホを何度か試してみたの。この辺り全てが通話可能エリアの外で、電話もネットも繋がらないわ。もう、校舎の近くなのに。本当だ。 GPS やマップだけじゃなく、コンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違ってあのトンネルを通らなかったよな。そういえばそうよね。 GPS が使えなかったから気づかなかったけど、別の道に入ったのかしら。だったら戻ってこれるのは変だって。それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくないか？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく今は校舎へ急ごう。やった、日没までに帰ってこれた。ここがタクマたちの学校？いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習の宿泊施設として使ってるだけだけど、学校は学校か。たくま、学校ってなんだ？勉強するところだ。授業を受けてテストを受けたりするんだよ。授業？テスト？ああ、はいはい。詳しいことは後で話してやるからな。
それより今はラブラモンを治療してやらなきゃ。でもあれ、どういうことだ。誰、いや、いないどころか様子おかしくねえか。本当だ、なんでこんなボロボロに。もしかして俺たちが気絶してる間に群発地震のデカいのが来ちまったのか。ミノルも気絶してたのか。ああ、俺も葵さんもな。どうして、一体。それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ。やめてよ。私まで怖くなっちゃう。落ち着けミノル。俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守るわ。気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし、通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何か。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。わ、どうしたの。ちょっと大丈夫、ラブラモン。痛むのか。しっかりしろ、ラブラモン。大丈夫か。私、救急箱を探してくるわ。保健室にならそういうのあると思う。まずは1階から探そう。Thank you.
2階から声がしたけど、どこなんだ？タクマ、こっち！ああ、間違いない。今日、行くぞ！アグモン、知ってるか？知らない。でも、怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？ねえ君、大丈夫？恐竜の化け物だ。化け物じゃないよ、アグモンだよ。化け物なんて失礼しちゃうわ。まったくだ。しゃべった。リョウ、とにかくアグモンも敵じゃないから、さあ落ち着いて。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子、タクマたちの仲間。どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌な奴のままで安心しましたよ、リョウ先輩。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ。ここ幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物も。この先ってどこら辺？なんだよ今の音は。もしかしてこれってラップ音とか？あっちか？ふざけんなよ、てめえ。そんなことがあるわけ。リョウのやつ、ずいぶん怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあタクマ、あっちの方写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが写ったし、もしかしたらここでも写るかもしれないじゃん。ちょっとミノル君、こんな時にふざけている場合じゃないでしょ。待って、葵さん、何もわからない状況だから試してみようよ。もうタクマくんまで。こん
な時にカメラかよ。のんきなもんだな。チッ。何か映るかな。早く試してみようぜ。なんだよ、見せろよ、たく、え、あれ、いつの間にこんなのが。うわ、なんだこれ。注意した方がいい。まだ何か気配を感じるぞ。何かって…だ…タクマ…なんかやばいぜ…に…あっ！おいよ！急に叫ぶのやめろって！マジでビビるだろ！え？ちょっと…葵？ねえ、葵どこ？返事をして！お…どうしたんだ？ラブラモン。今の今までそこにいたのに。しまった、いつの間に。え、化け物。ああ、そうだ、得体の知れない化け物がさらっていったんだ。嘘じゃねえよ。早くて一瞬のことだったけど、確かに葵をさらって消えてった。俺は見たんだ、見てたんだよ。なあ、アグモン、葵さんをさらったのもお前たちと同じ。ああ、早くて何かまでは分からなかったけど。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。そんな速さで襲われたらどうすりゃいいんだよ。骨門の時と同じだ。見た目だけじゃなく常識外れの力があることも考えるべきだった。
このカメラに映ってるのって蜘蛛の巣だよな。食われちまうのか俺ら。やだ、そんなのあってたまるか。ママ、ママ。一瞬嫌な気配がしたんだが、あまりの素早さで気づいた時には葵はさらわれていた。すまない。もっと周りを気にすればよかったのかな。ごめんね、たくま。やっと出会えたのに、葵。なあ、タクマ。どうするもこうするもねえだろ。早くここから逃げるに決まってるだろうが。何言ってんだ。葵さんを置いていく気か。今から追いかけても間に合わねえよ。もう。まだそうだと決まっていないと思うけど、どうすればいいのか。とにかくこのままじゃ葵が危ないわ。手分けして葵を探しましょう。バラバラに。そうだ、まださらわれたらどうすんだ。せめて全員一緒に行こうぜ。でも全員一塊になって探しても効率悪いぜ。その通りだ。安心しろ、俺たちがついている。そうよ、ここは手分けして探しましょう。私先に行くわ。みんなのお願いね。ダクマ、僕たちも行こう。ああ、絶対に葵さんを取り戻そう。行こう。
番だね。急ぐぞ。